小料理、ことの葉。いらっしゃいませ。小料理、ことの葉へ、ようこそ。今日は、つなぎもの素揚げを作っていきます。材料はこちら。つなぎも 250g。塩、胡椒、2つまみ。チューブニンニク、生姜、1cm くらい。つなぎもは、一つの山を4つに分けるように薄めに切ります。下味として、塩、胡椒1つまみと、ニンニク、生姜を入れ、よく揉みます。揉んだら15分ほど置いておきます。少なめで良いので、油を温めます。160度くらいになったら、つなぎもを入れ、そのまま5分くらい揚げます。表面が焦げたくらいが美味しいので、容赦なく揚げていきます。水分がなくなればなくなるほど、旨味が残るはずです。多分、油が切れたら、塩コショウを一つまみを入れ、よく混ぜたら完成でございますね。それでは、鶏さんとかに感謝して、いただきます。ザ・つまみって感じですね。歯ごたえがあり、美味しさが凝縮されています。美味しい割に、お腹にたまらないので、いくらでもお酒が飲めますね。あらかじめ、好きな焼肉のタレにつけておけば、煎じ肉風にもなると思います。安くて、楽で、美味しい、なんて素晴らしいことでしょうね。それでは、最後におさらいです。切って、あげる。それだけでございます。料理は、自由なところが魅力です。残念ながら、万人に受ける料理はないと言っていいでしょう。自分が美味しいと思えたら、それでいいのです。あなた自身の発想で自由に、大胆に料理をしてみませんか。その手助けとなれば嬉しく思います。もしよろしければまたお越しくださいませ。お相手はことの葉あかねでした。小料理ことの葉。